どのすば。祝 2.5 周年おめでとうございます。いよいよ今日はショー本番だ。気合い入れていけよ。アクセルハーツの代役とはいえ、爆裂女神ララティーナの再結成、派手に盛り上げてこいよ。もちろんです。 2.5 周年を華麗にお祝いしてみせましょう。はあ、みんなにも思う存分楽しんでもらいたいものだ。とか言って二人とも足震えてるわよ。緊張してるの？大丈夫ですよ。あんなにたくさん練習したじゃないですか。鍛錬は嘘もつきません。いや、それは分かっているのだが、アクアやアクセルハーツと違って普段人前で芸をするようなこともないしな。緊張しないようにと考える方が緊張するからな。不安になってしまうのも仕方ないと割り切った方がいい。ふん、これは武者震いというやつですよ。コウマ族が緊張するわけなど。たく、頭のおかしい爆裂娘とド M 女が今さら何を取り繕ろうとしてるんだか。いつも通りでいいんだよ。俺たちは生きるか死ぬかのピンチを何度経験してきたと思ってるんだ。その緊張感に比べたらショーに出るくらい何でもないだろ。確かにカズマの言う通りですね。ならば我が爆裂道、お客さんに見せつけてやりましょう。そうだな。よくよく考えれば大衆の面前にさらされるというのも悪くない。みんなカズマの言葉で吹っ切れたみたいね。ダークネスの吹っ切れ方はどうかと思うけど、というかアクアは緊張してないの？私は日頃から注目されることには慣れてるもの。みんなにお披露目したくてうずうずしてるわ。踊り子の先輩として負けてられないな。私たちアクセルハーツも全力を出してみせるよ。爆裂女神ララティーナだって負けないわよ。 2.5 周年お互い頑張りましょう。おー、このスバ、祝 2.5 周年大盤振る舞いよ。一緒に盛り上がりましょう。これだけ大盤振る舞いすると懐が寂しいわね。あたしからのプレゼント受け取ってよね。さあ今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。この